こんにちは、モノモースです。今日は、日本と北朝鮮の関係にまた新しい動きがあったことについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さて、まずはニュースの概要から、北朝鮮の金正恩総書記の妹、金ン・アタイ氏が、日本とのいかなる接触や交渉も無視して拒否すると表明しました。この発言は、日本側が拉致問題の解決済み発言を受け入れられないと表明したことや、記者首相の日朝首脳会談に関する発言を受けてのものです。私がこのニュースに注目した理由は、日本と北朝鮮との間、 間の複雑な歴史とと未来についいて私たちがどうう考えるべきかという点ですまずは明白ですが、拉致問題は決して忘れてはならない壁です。しかし、断交ではなく、対話による解決を目指すべきだと私は考えます。理由は簡単。対話がなければ前進は望めないからです。具体例を挙げるならば、過去に日朝間で実施された拉致被害者の家族との面会など小さな進展も対話から生まれました。これは、対話でしか解決し得ない問題があることを示しています。もちろん、反論も理解しています。交渉することが北朝鮮の 情報を認めることになるのではという意見ですしかし対話を通じて互いの立場の理解を深め柔軟な解決策を模索することは結果的に両国の利益につながると私は信じています最後に私たち個人もこの問題に関心を持ち続け理解を深めることが大切です情報を得ること考えることでより良い未来を想像する一助となるはずですそれでは次回も皆さんと重要な話題について深く考えていきたいと思いますありがとうございました